漏電遮断機または漏電ブレーカーとは、漏電による漏れ電流を検出して、回路を自動的に遮断する機能を持つ遮断機である。通常の配線用遮断機が過負荷や短絡による、過電流から回路を保護しているのに対し、漏電遮断機は地落による感電を防止する目的で、回路に設けられる。ただし、ほとんどの製品では、過電流遮断機能がついている。 なお、漏電遮断機は、地落事故による感電を防止するのに対し、消防用設備の一種である、漏電火災警報機は、地落事故による火災予防が目的であるため、動作も感度も異なる。配線用の漏電遮断機とは、別種の機器である。チャールズ・ディエール博士は、1961年、カリフォルニア大学バークレー校で火水電流を、決定する実験の結果等により漏電遮断機を、 発明し、1965年その特許を取得した。一般住宅などに引き込まれている単素給電線は、中上平圧器または引っ込めパネルで一線が設置されている。この設置されている側を中性極と呼び、設置されていない側は電圧極と呼ぶ。1 0 0ト回路では電圧極と中性極の間で、2 0 0ト回路では2つの電圧極の間で、 電圧を取り出す。絶縁不良がない回路では、漏電車断機の二次側で電流の出入りが合計で、ゼロとなる。電圧局側の電線に、素手で触ったり不良絶縁体を介して、金属部分や湿った表面を持つ建物などに、接触すると、電圧局側から、人体や建物を介して第一に漏電電流が流れ、漏電電流は、B 種設置線から、漏電車断機の一次側で、 変圧器の中性極側に戻ってくる。この時、漏電遮断器の電圧極側から出る電流は、漏電遮断器の中性極側に戻る電流と、漏電電流の合計となり、漏電遮断器の二次側で電流の出入りが合計で、ゼロとならない。漏電遮断器は、この不一致を検出して、機械的接点で負荷を遮断する。したがって、絶縁変圧器によって、 給電側と絶縁されていて大地からも浮いている。回路では蒸気のような感電、漏電は起こり得ず、よって漏電遮断器も効果がない。内部構造は配線用遮断器と似ているが、漏電検出用に霊小変流器が組み込まれている。外側には漏電表示ボタン、テストボタンがついている。漏電によりトリップした場合は漏電表示ボタンが飛び出るため、 何が原因でトリップしたのかを区別できる。テストボタンで動作試験が可能。銘板には定格感度電流動作時間が表示されている。実際の器具の形態は以下のような種類がある。定格感度電流は漏電遮断器の感度を表す量でこの値が小さいほど小さな漏電電流で電路を遮断する。単位はミリアンペアを用いて表され。 3 0ンペア以下は高感度計、3 0ンペア超過で1 0 0 0ンペア以下は中感度計、1 0 0 0ンペア超過は低感度型と分けられる。日本の住宅用分電盤の主管ブレーカーには、主に3 0ンペアの高感度型が用いられている。日本では低圧用機械器具の金属筐体への設置工事を省略できる条件として、 電路に施設する漏電車断機の定格感度電流を1 5ンペア以下としている。これは電気解釈の解説において発明者であるディエール博士の実験結果を根拠にして決められていると説明されている。アメリカのウル企画では次のように定められている。またアンシー・ンフパ70では以下に該当する場所の住宅の電源はグフシーの設置が義務付けられている。 使用時電源と負荷の接続方向に注意が必要である。漏電検出後、トリップさせる回路の動作停止が電源遮断で行われるため補助接点を内蔵していない漏電遮断機で下側に電源を接続するとトリップコイルを焼損するので逆接続が可能か確かめる必要がある。漏電遮断機を正確に動作させる条件として正確に設置を施す必要がある。 地落電流が流れる際、電流経路のインピーダンスが大きいと、地落電流が小さくなり例小変流器で感知できない可能性がある。漏電車断起用の設置を単独で行わない場合は、多系統の地落電流、電位の変動で誤動作する可能性がある。逆に等電位ボンディング等を施すと、地落電流が大きくなり頻繁に動作する可能性もある。また、 近年のインバータ制御機器の普及により、高周波漏れ電流による誤動作も発生するようになった。この場合は、インバータの設定変更や、フェライトコアの装備、検出感度の変更等の対処が必要となる。住宅分電盤で使われている漏電遮断機では、緑色テストボタンで過電流保護機能を持たない、漏電保護専用系を設置する場合がある。ただし、 短絡事故の際、アンペアブレーカーは、遮断特性が良くないので、かなり激しいアークを伴う。ありがとうございます。